でしょう。日本人と似すぎでしょう。皆様お疲れ様です。パーソナリティの葵です。突然ですが、皆さんはキルギスという国をご存知でしょうか。キルギスは中央アジアに属する国家で、日本と同じように山がちという特徴を持っています。ただし多くの人にはあまり馴染みのない国かもしれません。そんなキルギスと日本はある点がとても似ているんだとか。そこで今回はあるキルギス人女性のエピソードを紹介します。彼女は日本とキルギスの似ている点を知って、一体何を感じたのでしょうか。それでは詳しい内容を見てみましょう。キルギス人が日本に来て衝撃。こんにちは。私の名前はアイヌーラ。キルギスという国の出身よ。キルギスは中央アジアにある小さな国で、自然がとても美しいのが自慢なのよ。実は私、子供の頃から日本に興味があって、日本の文化や歴史、特にアニメにとても魅了されていたわ。日本に興味を持った一番のきっかけもアニメだったわ。子供の頃からテレビで放送されている日本のアニメに夢中になっていたわ。ドラゴンボールやセーラームーンを見て育ったし、最近では進撃の巨人や鬼滅の刃なんかも大好きなの。アニメの魅力って本当に計り知れないものがあるわよね。ストーリーが深くて感動的だし、キャラクターたちがとても生き生きとしていて、見ているだけで元気がもらえるの。日本のアニメはただの娯楽じゃなくて文化そのものだと思うのよね。特に私が好きなのはスタジオジブリの作品なのよ。千と千尋の神隠しや隣のトトロなど、どれも素晴らしい作品ばかりで、日本の自然や風景が美しく描かれているのが印象的だったわ。ジブリのアニメを見るたびに、こんな美しい場所が本当にあるのかしらと思って、いつか自分の目で確かめたいという気持ちが強くなったの。アニメを通じて日本語にも興味を持つようになって、独学で日本語の勉強も始めたのよ。最初は難しかったけれど、だんだんと理解できるようになって、今では字幕なしでアニメを楽しむことができるようになったわ。日本語を学ぶことでアニメのキャラクターたちがもっと身近に感じられるようになったの。それから日本のアニメに触れることで、日本の歴史や文化にも興味が湧いてきたの。例えば江戸時代や明治時代のことをもっと知りたいと思うようになったし、日本の伝統的な祭りや風習についても興味があるわ。アニメがきっかけでこんなにも日本のことを好きになれるなんて、本当に不思議な感じがするの。ところで最初に私の出身はキルギスって言ったよね。実はこのキルギスと日本にはある共通点があるんじゃないかって言われているわ。そのことを知ってますます私は日本に興味を持つことになるんだけど、これについては後で話すわね。まずはみんなキルギスについてどれくらい知ってくれているかな。私の故郷キルギスは中央アジアに位置していて、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、中国と国境を接しているのよ。日本と同じアジアの国だけど、互いの国の間には結構な距離があるから、あまり馴染みがなくても仕方ないかもね。キルギスは山岳地帯が広がる美しい国で、特に天山山脈が有名なの。キルギスの国土の 90% 以上が山岳地帯で、標高も高く、風景が本当に壮大で美しいのよ。国土の 40% が標高 3000m を超えていて、自然豊かなことから中央アジアのスイスと言われているわ。キルギスの首都はビシュケクで、ここは経済や文化の中心地なの。ビシュケクは緑が多くて、公園や広場がたくさんあって、散歩するのがとても楽しい場所なのよ。
私も子供の頃はよく友達と公園で遊んだり、お花見をしたりしていたわ。キルギスの自然は本当に素晴らしくて、湖や川もたくさんあるの。特にイシククル湖は観光地として有名よ。世界第2位の透明度を誇っていて、夏には多くの人が訪れるのよ。次は歴史についてね。実はキルギスの歴史は日本と同様にとても古くて、紀元前の時代まで遡ることができるの。遊牧民としての生活が長く続いていて、伝統的な文化や風習が今でも根強く残っているのよ。キルギスはシルクロードの重要な経由地だったから、昔から様々な文化が混じり合ってきたの。その影響で食文化や建築様式、衣装などに多様性が見られるのよ。昔は旧ソ連を構成する国の一つだったみたいだけど、1991年にソビエト連邦から独立して、現在は独立国家として存在しているわ。独立後は経済や政治の安定を目指して努力してきたけれど、まだまだ課題も多いのよ。でもキルギス人はとても誇り高くて、どんな困難にも立ち向かっていく精神を持っているの。キルギスに最も多くいるのはキルギス人よ。だけどウズベク人やロシア人も住んでいるわ。私たちキルギス人は今でも伝統的な文化を大切にしているわ。遊牧生活はソ連に編入された際に禁止されてしまったけれど、今でもその精神は生きているわ。特に家族や親戚との絆を重視しているのよ。キルギスの家庭では家族全員が集まって食事をするのが普通で、お祝い事や祭りの時には大勢で集まって楽しい時間を過ごすの。一部では遊牧文化がまだ続いていて、ゲルと呼ばれる移動式住居に住んでいる人たちもいるの。ゲルは夏の放牧地や冬の定住地を行き来するための住居で、とても便利なのよ。私も小さい頃、家族と一緒にゲルに泊まったことがあって、その時の思い出は今でも大切にしているわ。あと挙げるとすれば、キルギスは親日国だってことね。日本語教育も盛んで、日本に興味を持つ人も多いのよ。これには先に言ったキルギス人と日本人のある共通点も大きく関係しているかもしれないわね。まとめると、キルギスは美しい自然と豊かな歴史、温かい人々に恵まれた国なのよ。日本とは異なる魅力がたくさんあって、私がキルギスを誇りに思う理由でもあるわ。さて、私は最初にキルギスと日本にはある共通点があるってことを知って、より日本に興味を持ったって言ったよね。私がそれを知ったのはネットで偶然見かけたからなの。その内容はなんと、キルギス人と日本人が同じ DNA を持っているっていうものね。あくまでそういう説があるってことではあるんだけど、この話を聞いた時は本当に驚いたわね。この説の一番の根拠になっているのが、キルギス人と日本人の顔立ちがとても似ているということ。実際に写真で日本人の顔立ちを確認したんだけど、本当に似ていて驚いたわ。だからこそ私たちキルギス人は日本に親しみを覚えているのかもしれないわね。例えば目の形や鼻の形がキルギス人と日本人で似ていることに気づいたの。これは単なる偶然ではなく、やはり共通の DNA を持っているからこその特徴なのかもしれないわね。そしてもう一つ興味深い共通点があるみたい。それはキルギス語と日本語の言語体系が似ていると言われていることよ。確かに文法構造や語順など一部の点で似ている部分があるの。例えば両方の言語とも主語、目的語、動詞の語順を持っているのが共通点なのよね。言語学者たちの研究によると、これらの類似点は
古代における文化的な交流や言語の接触によるものと考えられているの。実際にキルギス語には日本語と共通する語彙がいくつか存在していて、それが証拠の一つになっているのよ。この類似点が私たちが古代において同じルーツを持っていた可能性を示していると言われているわ。他にも面白い話があるの。みんなは日ユドーソ論って聞いたことがあるかしら。これは日本とユダヤ、つまり日本人と古代イスラエル人が同じ先祖を持つっていう説なの。突拍子もない説のようにも聞こえるけど、日本の天皇家の紋章である菊花紋が古代イスラエルの神殿に残されていたり、伊勢神宮の灯籠にユダヤ人の象徴的なシンボルであるダビデの星が彫られていたり、両者の関係を匂わせるものは確かにあるのよね。このような事柄から、先祖が本当に同一なのかはわからないけれど、古代において日本とユダヤが何らかの形で接触していた可能性は大いにあると言われているの。この説はまだ学術的に完全に証明されているわけではないけれど、私にとってはとてもロマンティックで興味深い話なのよね。さて、この話がキルギスとどうつながってくるのかなんだけど、ここで両者を結びつけるのがシルクロードの存在よ。シルクロードは古代から中世にかけて東西を結ぶ重要な交易路だったの。キルギスはそのシルクロードの中でも重要な位置にあったのよ。古代においてユダヤと日本の間に交流があったのならば、キルギスを通ったはずだわ。ユダヤ人がシルクロードを通り日本に行く過程で、中央アジア、つまりキルギスに残留したグループが今のキルギス人で、さらに東に進み日本にたどり着いた人々が日本人になったっていう説があるのよ。とてもロマンのあるお話よね。イスラエル、キルギス、日本の離れた3カ国が共通の祖先を持っているかもしれないなんて、余計日本に親近感が湧いてしまったのも当然よね。むしろそうであってほしいと思っちゃうわ。キルギスには今の話とつながっていそうな面白い言い伝えがあるの。それはキルギス人と日本人は兄弟で、肉が好きなものがキルギス人となって、魚が好きなものは東に渡って日本人になったという話なの。この話を聞いた時、本当に興味深いと思ったわ。ユダヤ人の一部がキルギスに残り、ある一部は日本まで旅したっていう、さっきの説とよく似ていると思わない？実際キルギスでは肉を食べることがとても重要で、特に羊肉が主食なの。家族や友人が集まる時には必ずと言っていいほど肉料理が出るの。反対に日本は島国っていうこともあって、魚が主食としてよく食べられているわよね。食の好みで分かれた兄弟ってなんだか面白いわよね。この話とつながるような神話が日本にはあるみたいなんだけど、知っているかしら。それは古事記に登場する海幸彦と山幸彦の物語よ。この物語は日本の古代神話の中でも有名で、兄弟の間で繰り広げられる試練の物語なの。一説によると、日本では有名な浦島太郎もこの伝説を元にしていると言われているようよ。登場する海幸彦と山幸彦の兄弟が、まるでキルギスの言い伝えのキルギス人と日本人を象徴しているように思えるのよね。兄の海幸彦は漁師で、主に魚を取って生活していて、弟の山幸彦は山で狩りをして生活している存在なの。さっきの話を踏まえると、まるで海幸彦が日本人を表していて、山幸彦はキルギス人を表しているように思えてこない？この頃にはもう私の中では日本人は同じ先祖を持つ兄弟としてのイメージが定着してしまっていたわ。真実がどうかなんて私にはわからないけれど、
もしそうだったら素敵じゃない？もともと日本のアニメが大好きで、日本が好きだったんだもの。ますます日本に親しみを持ったのも無理ないことだと思うの。それでね、もう我慢できなくなっちゃって、日本に行くことを決心したわ。アニメという素晴らしい文化があって、さらには血を分けた兄弟たちの国かもしれない日本。そこに行って、実際にその目で見て感じることができたら、どんなに素晴らしいだろうと思ったの。それからは一生懸命貯金をして、なんとか旅行の目処が立ったの。それで、この前、日本に行ってきたのよ。ここからは、私の日本旅行について話させてもらうわ。ついにその日がやってきたの。長い飛行機の旅を経て、私は日本に到着したのよ。成田空港に降り立った瞬間、現実とは思えないくらいの感動が押し寄せてきたの。まるで夢の中にいるような気分だったわ。空港での手続きもスムーズに済んで、外に出るとすぐに東京行きの電車に乗り込んだの。日本の電車はとても快適で、清潔感があった。初めての海外旅行だったんだけど、とても安心できる環境だったわ。東京に着いた瞬間、私はその巨大な都市の規模とエネルギーに圧倒されたわ。高層ビルが立ち並んでいて、街全体がまるで未来都市のようだったの。街を歩いていると、どこを見ても新しい発見があって、まるでアニメの世界に迷い込んだような気持ちだったのよ。この旅行中一番感動したのは、人々の親切さね。もともと日本人の親切さについては聞いていたんだけど、実際にそれに触れると本当に感動したわ。道に迷った時に助けてくれた人や、お店で親切に対応してくれた店員さんたちのおかげで、初めての日本でも安心して過ごすことができたのよ。みんなとても丁寧で、外国人の私にも温かく接してくれて、本当に嬉しかったわ。私が泊まったホテルも素晴らしかったわ。部屋は快適で、窓から見える夜景は本当に美しかったわ。日本のサービスの質の高さには本当に驚かされたの。どこに行ってもきめ細やかなサービスを受けることができて、旅行中ずっと快適に過ごせたのよ。日本にも慣れてきたところで、落ち着いて周りを見渡すと、たくさんの日本人が通りを歩いていたわ。彼らの顔立ちは本当に私たちキルギス人とよく似ていて、外国なのに妙な安心感を感じたわね。同じように、多分ほとんどの人たちは、私のことを外国人だと思っていなかったんじゃないかしら。だけど文化については、多くの違いを驚きとともに発見したわ。日本に来て最初に感じたカルチャーショックは、圧倒的な治安の良さ。キルギスでも治安は悪くないけれど、日本の治安は本当に素晴らしいわ。夜遅くに一人で歩いていても、全く不安を感じないの。これは本当に驚きで、実際に日本で夜街を歩くと、警察官がパトロールしているのもよく見かけるし、治安の良さを肌で感じることができるの。日本では子供たちが安心して学校に通い、女性が夜遅くに一人で外出しても、安全に帰宅できる環境が整っているのが素晴らしいわ。次に驚いたのは、日本の街の清潔さよ。どこを歩いてもゴミが落ちていないし、公共のトイレもいつも清潔に保たれているの。特に感動したのは、トイレの清潔さと設備の充実さ。自動洗浄機能や温水洗浄便座など、トイレにこれほどまでに技術が投入されているのには驚かされたわ。日本ではみんなが協力して街をきれいに保つための努力をしているわよね。みんながきちんとゴミ箱にゴミを捨てているのをよく見かけたわ。それに街に設置されている公共のゴミ箱もきちんと種類が分かれていて、ゴミを分別しているのね。このような習慣が根付いているからこそ、日本の街はいつも清潔で美しいんだと思うの。キルギスでは
そもそもゴミを分別したりしていないから、これには本当に驚いたわ。バリアフリーが街に浸透しているのもすごかったわね。日本の公共施設や交通機関は全ての人が利用しやすいように設計されているの。例えばエレベーターやエスカレーターが至るところに設置されていて、車椅子の人や高齢者、ベビーカーを使っている人たちも安心して移動できる環境が整っていたわ。駅のホームには必ず点字ブロックが敷かれていて、視覚障害者の方々も安心して利用できるようにしているのね。それに電車やバスには優先席が設けられていて、高齢者や妊婦、体の不自由な人たちが安心して座れるようになっているのも素晴らしいと思うの。この優先席制度は周りの日本人が親切だからこそ成り立っている仕組みだとも感じたわね。日本旅行を改めて振り返ると、本当に行ってよかったと感じているの。アニメ好きの私としては、街中でアニメキャラクターが描かれた看板やグッズを見かけるたびに心が躍ったの。さらに日本の文化や風景を直接体験することで、アニメで見ていたものが現実に存在することを実感できたのがとても嬉しかったの。日本の美しい景色や伝統的な建物に触れることで、アニメが描く世界がただのフィクションではないと実感できたのよね。これらの体験を通じて、私は日本がますます好きになったの。今は2回目の日本旅行のためにまた資金を準備中ね。最後にみんなにお願いがあるの。ぜひキルギスにも旅行に来てほしいのよ。キルギスは美しい自然と豊かな文化を持っている素晴らしい国なの。特におすすめなのはキルギスの蜂蜜よ。キルギスの蜂蜜はとても美味しくて、自然の恵みがたっぷり詰まっているの。それに日本に好意的な人が多いから、きっと安心して旅行できると思うわ。キルギスでは広大な草原や雄大な山々、美しい湖など自然がたくさん楽しめると思う。それに伝統的な遊牧民の文化や温かい人々のおもてなしも体験してほしいわね。私の故郷キルギスにぜひ一度訪れて、その魅力を感じてみてね。きっと素晴らしい思い出ができるはずだわ。海外の反応。日本人とキルギス人、画像で見比べてみると本当にそっくりだった。少なくとも僕には見分けがつかないね。肉好きがキルギス人になって、魚好きが日本人になったという話はとてもユニークだね。確かに似ているけれど、本人たちには見分けがつくのでは？モンゴル人たちも同じような顔立ちだよね。まとめ。かなり距離のあるキルギスと日本ですが、実は同じ祖先を持っている可能性があるとは驚きですね。ですが確かに彼らの顔立ちは私たちとよく似ています。興味のある方はぜひネットなどを通して画像で確認していただければと思います。古代の人々が遠い土地からシルクロードを通って旅をする過程で、キルギス人と日本人に分かれたと考えると、なんとも壮大なお話ですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。